はい、どうもトワイスです。今回もロックマンエクスポやっていきたいと思います。パート6かな。では今回はですね、クジャッカーを倒してイミグレーターを手に入れたのでスクロールからやっていきたいと思います。はい、ここは空中に浮いてるんで落下してる可能性がすごく高いですね。フットパーツを持っていれば、ホバリングとかエアダッシュをうまく使って落ちないように気をつけていきましょう。はい、でここで射撃型のライドアーマーですね。まあここはため撃ちをすればあの砲台は簡単に倒せるので、ここでホバリングでため撃ちで慎重にいきましょう。そうすればまあ死ぬことはないと思います。はい、オッケー。じゃあ一旦降りようかな。とりあえずまあサブタンクダメみたいなこともしておいての回答です。あまり離れすぎるとこいつもいなくなっちゃいますんでね、気をつけていきましょう。でここなんですけれども、ちょっとここは急いでいただいて、ゴリ押し、はい、じゃないとライフアップがねなくなってしまいますので。はい、オッケー。じゃあここは浮いていきます。浮いてる状態だとチャージとかショットを使ったときに自分の隙がなくなりますので、まあどんどん使っていっていただければと思いますと。でまあこの高さでジャンプしてれば敵の攻撃も受けないですしね。じゃあ行きます。ここは行く。あー危ない。はい、ここも行く。はい、ここで終わりかな。はい、後半です。こっち落ちないように気をつけましょう。まああんまりそういうことを試す人はいないと思うんですけれども、例のためよいしょ。まあここはちょっと敵がたくさんいますんでね、気をつけながら進んでいただければと思います。まあ同じ方向にしかレーザーを打たないので、チャージショットで目の前の敵だけを倒していけばいいかなと。はい、ここの上に行くとバスターパーツなんですけど、アルティメットアーマーだと確か何もなかったかな。もう取っちゃってるんで、じゃあ行きましょう。でここの中ボス戦はプラズマショットがあるんだったら簡単に倒せると思います。ただここに打ち込んでればいいだけなので、はいはい、危ない。やらせるか。はい、また逆ね。でこういってこっちかよいしょ。この辺で終わりじゃないかな。終わりであってくれ。そろそろ終わってくれ、頼む。はい、 OK。 まあなんだかんだでノーダメージで乗り切れましたね。じゃあボス戦といきたいと思います。こいつの弱点はエミングレーザー。エミグレーターはまあ高校キー上下でこうやって照準を合わせるんですけど、私としてはこの辺りに固定し、どうしようかな、この辺りに固定しておけば、あとは高校キーの上下ボタンをいじらないようにしてうまくやっていけると思いますと。よくも私の舞台をめちゃくちゃにしてくれたな。このお礼はきっちりとさせてもらうぞ。目標補足、5分以内に撃破する。やってみろ。はい、上がっていくんでこうやって、ロックオンしておく。こっちから来るか、下に来た場合は下にちゃんと動かしてまた同じぐらいのところに戻す。まあ失敗した。はい、これで上から来たらもうこの状態でジャンプすればエイミングできますので、問題は下から来た時ですね。はい、終わり。まあこんな感じで速攻を倒すことができるということです。エイミングレーザーがない場合は、他の方の攻略動画を参考にしてください。やったぜ。ユーカー、ジャボーさん。
ダブルサイクロン、左右に真空の竜巻を発射。敵に囲まれた時や上空の敵に対して有効な武器だ。はい、というわけで次のステージ行きましょう。まあとはいっても最後ですね、通常ボスでは最後のステージですね。ボルカノということでドラグーン行きたいと思います。じゃあ火山ステージやっていきましょう。個人的にはこいつも私としては苦手なボスなので、ちゃんとダブルサイクロンを手に入れてから来ることをお勧めします。さあ行きましょう。まあ火山に当たらないですね。火山じゃないか、なんていうだろう、隕石に当たらないように、ちゃんと行きましょうねタイミングを測って。でここはど真ん中にいると食らわないです。痛いな。タイミングを測っていきましょう。ここもか。ここはど真ん中で隆起してるっていうちょっと意地悪がありますので、まあこいつを慎重に倒して、まあ別に見ての通りダッシュを使わなくても、あっと危ない。ちゃんとタイミングを測っていきましょう。でこれは上から痛い転がってくるんで、この辺で壁蹴りしつつタイミングを測って、おっと危ない危ない危ない。ちょっと下がる羽目になりますね。普通にジャンプすると痛いな。でどこだったかな、ここじゃないか。でここはこうやって扉を破壊して次に。はい、このステージなんですけど、まあこの足場普通に乗る分には崩れないんですが、この隕石がたまに当たって崩されてしまうことがありますので、まあ慌てず落ち着いていけば簡単に壊されることはないので、ここは確か隕石降ってくるんだったかな。でこいつはこの位置から攻撃すれば、まあ動かないので痛い。とかこっちだったかな、青と危ない。どうしようかな。じゃあちょっとまあライトニングウェーブでいきましょうか。こうよいしょ。まあこれでライトアップが取得できます。何をやっているの私は。まあまあまあちょっと下りましたけど、ライフアップ取得ということで痛いな。もうどうした、ちょっと ここに来てダメージを受けすぎな気がする。よいしょ、危ないな。さあじゃあここでライトアーマーを手に入れましたので、あどうしようかな、上行こうかな。よいしょ、あ今届いたのにな。この辺からジャンプ、あ届いた。でここなんですけど、ツインスラッシャーで破壊ですね確か。ツインスラッシャーのため打ちを使います。こんな感じですね。なんだっけここ、確かここがボディーパーツだった気がしますね。じゃあまあこれに乗っていれば下の溶岩に触れてもダメージを受けませんので、この状態で進みたいと思います。はい、止まる。痛い。でこの面は頑張ればライトアーマーの状態でドラグーンの HP を削りに行けるので、できるだけライトアーマーではダメージを受けないようにしていきましょう。汚い X、 ドラグーン、なぜだ、なぜ司令部を裏切った。クク、知りたければ俺と戦え。バカな、仲間同士で戦えるわけがない。相変わらず甘いな、いいことを教えてやろう。スカイラグーンを落としたのは俺だ。最高の気分だったぜ、はっはっはっは。なんだと、何の罪もない人々を。お前はドラグーンじゃない、ただのイレギュラーだ。カミカミですね。そうだ、イカレ X、 お前の本当のパワーを見せてみろ。命がけで戦ってこそ意味がある。まずキックが来るんで避けて切る。波動拳は当たるから仕方がないと。で切る。まあこれも仕方ないですね、当たっちゃうんで。あもう爆発しちゃいますね、これ危ないな。
あ、削れるだけ削りましょうか。はい、あ、やばい、これは後ろにいればね。お、危ない、痛い、助けて、助けてくそ。こいつの弱点はダブルサイクロンです。というわけでダブルサイクロンを使って倒していきましょう。で、ダブルサイクロンを当てる、向こう側にジャンプする、当てる、向こう側にジャンプする、当てる、またジャンプしてくる、当てる、またジャンプしてくる、とどめということで、まあダブルサイクロンさえ使えれば作業になってしまいますので、いやー危なかった。さすがだ、レックス。ドラグーン、なぜこんなことを。ずっとお前と戦いたいと思っていた。そうしたら奴が現れて。奴、誰だそれは。お前を本気にさせるためレベリフォースにつけた。バカな、俺と戦うために裏切ったというのか。お前と本気で戦えて嬉しかったぞ。ドラグーン。ライジングファイヤー、炎エネルギーを真上に発射、上空にいる敵に有効だ。また特定のものを燃やすこともできる。はい、というわけで次回からですね、まあラストステージの方に行きたいと思います。あと 2,3 パートぐらいですかね。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。